最近お疲れなのでしょうか何かいい手はあそうだ起きてください朝ですよこのままじゃどうなっちゃっても知りませんよ 来てくれましたねおはようございます <laughs> 来ちゃいましたすいませんご迷惑でしたか一応おじさまに行ってから出かけましたのでそこはどうかご心配なくですが今の時間は風が冷たくて気持ち良いですね肌に触る感触が 癖になると申しますかそれとこのように早い時間ですとほとんど誰ともすれ違わずに来れていいですね今度から朝はあなたを起こしに来てもいいでしょうか今だと電話やメールなどありますがやはり好きな人の顔を直接見たくってそれに 朝ごはんも作ってあげられますし今の時間から開いているパン屋さんがありましてですねそこで焼きたてのコッペパンを買ってきたのですこんがりときつね色で口に入れますとふかふかで美味しいのですよそれに温かいスープを作っていかがですあアレルギーなどはありませんか オニオンスープを作ってみたのですが、大丈夫そうですかどうか無理はしないでくださいね。あの、手を握ってほしいのですが、いいでしょうか外で冷たい風に当たって、手がすっかり冷えてしまって。 ダメ…でしょうか、はあ…ありがとうございますそれでは失礼しますねやはり暖かいですね心が安らぎます今日起きてからずっとあなたのことで 頭がいっぱいになってしまい、いても立ってもいられず、ご迷惑とは思ったのですが。ですが。<laughs> よかった。あまりお嫌そうなお顔ではなかったので。それにこれからあなたのことを起こしに来てあげられますし。あ 次はどんな朝ごはんを作ろうかしら次は焼き魚なんていいかもしれませんねそうなるとちょっと遠いけど市場に行ってみるというのもなんだか通いぞもみたいで <laughs> ねえあなたは握り返してくれないのですか もっとあなたからも求めてほしいなんてちょっとわがままでしょうかその手を握ってほしいですああいいですあなたの熱に包まれてすごく 嬉しいです朝からあなたのことを感じることができてとても <laughs> うんありがとうございますおかげで今日も頑張れそうですそれではそろそろ朝ごはん食べに行きますスープ冷めちゃうかもですし あっちで待ってますね